チャンネルクララをご覧の皆様こんばんは。尾形雄也の切り捨てごめんの時間でございます、はい、久しぶりの、切り捨てごめんの時間でございますが、なんで久しぶりにやるかというと、尾形先生の新作が、9月22日、はい、お彼岸の真っ只中にですね、はい、出る。タイトルが無駄をやめたらいいことだらけ、豚の貯金箱。これ節約術の本ですか？いや、まあそうですね、社会的な節約術の本なんですけど、これだけ見るとほとんどね、はい、主婦でこうなんかスーパーのここが狙い目とか、はい、そういうイメージが、ね、これを読んでいただいて、この通りに発想して政治とか経済に関わっていってですね、世の中変えることができたら、まあおかずが一品増えるかなっていう。なるほど。はい、で実は今パソコン前に置いてお話をさせていただいてるのは、ゲラをねちょっと上がってきたのが、データでちょっと拝見しながらということなんですけれども、うん、そうですね、まあ、だから社会的な、まあ、特に岩瀬先生もずっと言っておられることですけれども、はい、とにかくも社会的な規制が多いと。で規制緩和したとかなんとかって言って、うん、実は増えてるんだよと。そうですね、まあ1日1個ずつ増えてるという ね、世の中の新自由主義批判に真っ向から反対する本を出そうと思って、この本にまとまってるんですけども、要はなんかね、小泉竹中改革で、小さな政府になって大変ですみたいな話とかって結構あるじゃないですかね。まあそれ嘘だからっていう、まずそもそもという話で、国民負担率もね、今は、まあ、46% まで増えてる、うん、し、まあ、社会保険料とかね、ちょっと前と比べればね、3倍ぐらいになったりするわけですよね、だし、規制の数なんていうのも1日1個ずつ増えてるんですよ、大体。でも多分今の段階で1万6000は超えてるようになってるんですね、許認可の数が。で、よくね、許認可を、うん、じゃあそれ強烈な許認可を減らして細かい、ね、許認可にしたから数が増えてんだとかいう人もいるんですけど、これもね全くデマですからね。うん、総務省の、調査は、まあ、延々とね規制の数で数えてる、ね、暇の調査があるんですよ、許認可との統一的把握っていうね、これ、まあ、平成、30年までやってたやつなんですけど、それによると、まあ、強力な規制の数も増えてるし、規制の全体の数も増えてるんですね、だから、まあ規制もね着実にこう増えているという中で、まあ、つまり、まあ、贅肉ですよね、社会のね、がどんどん増えていて、それを、まあ、やめていくと、まあ、皆さんの生活もちょっと楽になるんじゃないかなっていうところなんですね。まあ、だからコロナとかね、みんな今生活大変じゃないですか。でその中で、まあ、お給料減っちゃった人とかも結構いると思うんですけれども、まあ、その人たちの生活っていうのは、まあ、無駄な、ね、規制をやめていくと、まあ、少しずつ可処分所得が増えて楽になってきますよっていう、まあ、そういう内容ですね。はい、で、まあ、結構ですね、この帯なんかにもあるんですけど、目次がですね、やっぱこういきなり意表ついてるのが、最初は宇宙産業の話なんですよね。あ、そうですね、まあ、こういうね、そもそも無駄をやめたらいいことだらけっていうタイトルじゃないですか、なんだけれども夢のある話をしたいなと思って、最初に要は削りますよ、なくしますよっていう話だけじゃなくって、それをやめていくと、まあ、こんなね、バラ色の未来じゃないですけど、産業がしっかり育っていく。今宇宙産業って世界で、ね、伸びてる産業のうちの一つなんですけれども、うんうん、まあ、日本はそこのところっていうのはずっとね、ある意味規制をしてきたというか、まあ、保護主任をやってきて、いて、商業的な宇宙空間の利用ということに関しては、まあ、後塵を拝しているわけですけれども、まあ、その、ね、経緯とか理由と、あとはまあ最近はじゃあ小型の、ね、衛星ベンチャーみたいな日本にも出てきていて、うんうん、でその人たちが天気予報会社と組んでね、うん、北極海 の、 その北マリコロですよね、の、はい、流氷の溶け具合とかを、まあ、船にね、情報として売るみたいなビジネスが出てきてたりするとか、まあ、そういうようなことを、まあ、紹介すると、うん、つまり、まあ、今まで、まあ何ですかね、無駄っていうか規制がねあって、贅肉があって身動きが取れなかったのが、少しずつね元気な産業が出てきてるし、こういうふうにやれば日本の未来もあるんじゃないですかっていうようなことをまとめた本なんですね。はい、まあここ数年はね規制が減ったというふうに意識してると少ないと思うんですよ、実際。例えば環境規制増えてるし、さまざまな規制が、増えてる、あるいはネット上の規制とかも増えてるっていうのを実感として特に分かってる人が多いと思うんですよね。だから、まあ、規制が緩和してその人身自由主義が広まったとかっていうふうなことについては、まあ、彼らの言う新自由主義っていうのはそもそもいわゆる本当の新自由主義とはまたちょっと別の議論で、まあ、格差が増えるということを新自由主義という言葉で、言い換えているような面が
多分にあるとは思うんですけれども、うん、その他にもですね、ちょっとまあ目次なんかでですね、はい、これまあいかにも渡瀬先生風だなというところですね、はい、まあ、政府の口出しは無用、クールジャパンはもっと楽しくというところなんですけど、やっぱりこれやっぱりいろいろ口出しをするとおかしくなるっていうのはね、ついこの間あのオリパラのね、うん、開会式の違いを見ればよくわかるという、まあ、そうですよね、はい、まあ、政府はね口を出して演出とかにまでね言ってくるようになると、まあ、あの、まあ、オリパラのね例えば開会式なんていうのは、うん、言ってみたらアニメの最初 の、 あのオープニングソングみたいなもんじゃないですか、うん、そうそうそう、そこにあのじゃあね、都知事がこういう内容入れろとか、うん、そのね、偉いね政治家の先生がこういう内容入れろみたいな話でした、そんなオープニング見たいですかっていう話ですよね、そのイメージとしてはね。だからあの政府が認定をして、まあ、これがね、日本の漫画なんだみたいな話とかっていうのを海外に打ち出していくっていうこと、そんな余計なことしなくてもね面白いものが勝手に広がっていくんですよっていうことで、じゃあそこに、まあ、税金とかつぎ込んだりとかね、もしくはねこれが真の和食なんですみたいな話を、うんうん、あのせ、ね、日本として認定しますみたいな、そんなくだらねえことやめろよと、じゃなくって、もっとね、自由にやって海外に広がっていくっていうのはどういうことですかっていうようなことを、まあ、まとめた内容だったりするんですね。でこれね結局何の本ですかっていうと、今ラジオやってるんですよ、はい、その、まあ、この間まで FM 世田谷で、今 FM サルースっていう東急の、はい、まあ、沿線のねラジオやってて、金曜日の夜10時からやってるんですけども、その内容を、まあ、より付け加えてまとめた本なんですね。だからここにちょっと書いてあるんですけど、サクッと読みますと、で、日本を元気にする話でどちらかというとエモい話って書いてあるんですよ、この帯のところにまさにそういうことで、まあ日本元気にするってどういうことかなって、 食事をね一品増やすってどういうことかなっていうことに興味がある人が、まあ、大体あれですかね、読むのがちょっと遅い人でも3時間で読み終わるし、早い人であれば 1,2 時間で読み終わるっていう、サクッとね、人に話したくなるような話がまとまってる本をなってください、はい、例えばその中で人に話したくなるような話って、うん、例えば一つかなんかチラ見せみたいな形でお話ししていただけますか。そうですね、人に話したくなる話っていう意味でいくと、まあ、例えば何がいいですかね、Gビールの話とかですかね。あ、Gビールいいですね。Gビールが昔はね、Gビールってなかったというか、日本で方法に売られてはいなかったわけですけれども、うんうんうん、今多くのGビールが楽しみになったのっていうのは、実は1990年代の規制緩和によるところで、うんうん、で、まあ、それまで、はどんな経緯があったんですかっていうようなものを、まあ、まとめたっていうことなんですけど、まあもともとね、例えばドイツはGビールたくさんあったんですよ。ジビール的なものたくさんあったんですけど、ドイツのまあ王様がですね、ビール純粋令っていうのを出して、ビールとは何ぞよみたいな話をしてビール規制したんですね。で日本もまあそれと同じような話で、ビールとは何ぞよみたいなね、規制が1990年代まではあったわけですけども、まあそれをまあ規制を緩和して、製造受容層もね、要は規模が小さいものでも大丈夫とか、まあ、そういうような規制緩和をして、まあ、今皆さんのお手元に行くようになってる、お酒すら自由にね作って飲むことすらできなかった国が、まあ、今はそこのところでは緩和されてるとかっていう、まあ、そういうことをまとめてるもんですね、はい、でも上田先生飲まないじゃないですか、ね、だからこそ書いてるんですよ。だからこそ書いてる、つまり自分とは関係ないことの幸せについてもね、やっぱ言っていかないと嘘でしょと思ってて、だから僕はねぶっちゃけ、ね、自分が派遣法制を作ってね、そこでねそこの会長になるような話ってのは僕は間違ってると思ってる、それに人としてね、うん、人として僕は間違ってると思うので、自分とは関係ない規制の話もちゃんと入れなきゃいけないよねっていうふうに思ってます、ね、いや恐れ入りました、はいまあでもね、本当だから、はい、例えばビールなんかでもいろんな規制緩和されて、はい、まあ、いわゆる純粋霊みたいな感じじゃなくて、はい、いろんなタイプの第三のビールがいろいろ出てきたけれども、はい、そのたんびごとにね結局はその税率が変わって、ああ、まあ、取られちゃうっていうことなんで、はい、なんか規制緩和してるのか緩和してないのか結果的に分かんないよねっていう、だから緩和した方はその、ね、実績として言うんだけれども、うん、結果的に行ってこいでプラマイゼロかえかえって取られてるよねっていう、そういう感じになっちゃってますよね。そういうところもやっぱり規制の緩和っていうものを、うん、ないし規制の改革っていうものは最後まで見ていかなきゃいけないですよ、うん、最後まできちんと見ていって、やったらやったで終わりじゃなくって、その後必ず揺り戻しがあるんですよ絶対、うんうんうん、だからそれに対してじゃあ
あこれはいいものなんだと、もしくはもっとシンプルにしなきゃいけないんだっていうようなことを、言ってかなきゃいけないんですけど、みんな忘れちゃうわけですよね、それやったら。いやだからそれで忘れちゃうんですよねっていうことで言うと、一月ちょっと前に言ったあの、うん、もう都議選のこと覚えてますってそうですね。そうなのであの規制緩和、うん、ないし規制改革っていうもの、まあ、もしくはちょっと税の話も書いてあるんですけど、うん、を忘れさせないために一回本出しとこうということですね、うん、僕のねラジオ放送を毎週聞いてくれてる人もね多分忘れてるしょないよと思っていて、まあ、それをまとめた本ということになりますね、はい、であとまあなんか多分あのこのクララをご覧の、視聴者の方なんかにするとですね、これ一番最後の最後はですね、日本国憲法で9条より大切な29条の話っていうのは多分この辺が多分刺さる人多いんじゃないかと思うんです。あ、まあそうですね、まあ、あのクララ的には、まあ、なんか憲法のね改正っていうと、まあ、9条の話する人は多いわけですけれども、うん、まあ、29条のね財産権の話とか、あもしくは納税の義務じゃなくて納税者の権利の話ですよね、うんうん、別の条項の話ですけど、まあ、そういうようなことっていうものも、しっかりそっちをやっていくっていうことが、まあ、自由を守るっていうことにもつながっていくしとか、まあ、もしくは、うん、マスメディアが嫌いだと、うん、いう人のためにはですね、電波オークションの話なんてふんだんにぶち込んでみたりしてるので、うんうんうん、その要はあんまりその今の世の中だとね、規制改革ってのはすごく言いづらい雰囲気であるんですけれども、うんうん、まあ、言うとね、お前は新自由主義の手先みたいな話とかね、言われる世の中の中で、まあ、そこにあえて出そうというのが、まあ、今回の狙いですね、はい。まあ、だからあれですよね、その結局ね、あのなんかその規制緩和をしろっていうとすぐその野放図にやって、それを悪用するやつが出てきてどうするんだっていう、まあ、これがねよく昔なんかよくその政治学の入門書みたいな、親心の政治みたいなことを盛んに言ってきて、保護する対象だみたいなことがあるわけでしょ、うん、そういう発想としてね、まあ、そうですね。だから、まあ、実際にはね、規制改革を使う悪の人よりもですね、うん、規制にぶら下がってる悪の人がはるかに多いんだけど、そう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 、いやだからそういう人たちがそういう人たちがその親心っていうふうなことを持ち出すわけですよ、まあ、だからヤクザと同じですよね。ヤクザも親心とか言いそうじゃないですかね、そのね、任侠の世界では親分子分みたいな話と大して変わんないですよ、それ、ね、杯を食わしたんだからみたいな、はい、うん、まあ、っていうような、まあぶっちゃけですね、これはあの政治系 YouTuber の仲間かなめくんという人と、まあ、ラジオでね、はい、やった内容をまとめてるんですけど、あの内藤先生との掛け合いに近いです、話のノリとしては。あ、そうなんですか。言いたい放題書いたものっていう、じゃあ一生なんか例えばこの章は中間さんがずっと言って和田さんがちょぼちょぼみたいな。いや、まあ、中間くんはですね、毎回僕が言い過ぎるのに対して引いてるっていうそういうラジオの内容をちょっとマイルドにして読みやすくした本ということになりますね、はい。まあ、ね、ツイッターのイメージが強い人はね、ワッツさんってどんだけ攻撃的な人かと思いますけど、まあ、そういうことよりは、まあ、かなりマイルドな語り口になってるという、まあ、それを意図してね、うん、ちょっと表紙も、丸くしようと思って、豚の可愛い貯金箱のやつにしてみたんですけど、ここは豚の貯金箱の、ね、あの意図って何かあるんですか。いや、豚の貯金箱の意図ってちょっと自分がマイブームだっていうのがあるんですよ、豚がなんだけれども、まあ、貯金箱の中にはね、まだまだ日本にとっては使っていけるものであるとか、そういうものがあると、つまり、まあ、うん、へそくりじゃないですけどね、規制っていうのをやめていくとそういうものが出てきて、みんなね、おかずが1分に増えますよって話なんですけど、なんかあの編集者さんの人とですね、話をしてたらですね、ポップ作ってくれたんですよ、はい、本屋さんでポップやるじゃないですか。そうするとこのね、豚がこの表紙の、ハンマーでポーンって破壊させたりとか、なんか顔クシャーってされたりとか、あ、俺ってやっぱそういうイメージなんだなってツイッター見てる人なんですけど、編集者の人はそ う, そういうわけでもないと思うよっていう、僕は豚好きですから、どっちかっていうと。豚の貯金箱ってやっぱりほら、はい、いやそれ渡さん若いから知らないかもしれないけど、はい、昔僕らの頃の貯金箱っていうのは、はい、お金を出そうと思ったら壊さなきゃいけない。今みたいにこう下にゴムのさ蓋があって開けてさ何度も出し入れできたんですけど、はい、豚の貯金箱ってのはもうそれはそれを開けた時にはガチャンと壊さなきゃっていう、多分、いやそれはもう世代の差だからあんまりいじめないでください。まあ、本屋さんで豚がいじめられてるポップを 見かけた人はですね、和田さんは本当は豚好きなんだなっていうふうに思ってもらえばなっていうふうに思ってます、はいはい、というわけで、9月22日に、発売で、今もうゲラが出来上がってるんで、今も多分印刷製本の作業に入ってるというそれじゃ状態だと思いますので、多分1週間前ぐらいから ネットでの予約も始まってるんですかね。あ、そうですね、はい、始まってます。ですからアマゾンもいいんですけれども、おそらく版元 .com というのが多分横断的にネットのいろんな書店だとか店舗の在庫状況が見られますんで、それでまあいろいろ多分
ヤフーだったりヨドバシだったりのポイントそれぞれ皆さんあると思いますんで、それもですねいろんなところで調べていただけるんで、版元 .com、 アマゾンだけじゃなくて版元 .com で調べいただいて在庫状況を見て、買っていただければと、お手に取っていただければ、はい、電子も同時出版ですかね。そうですね、はい、じゃあ紙だけじゃなくて電子も読みますんで、皆さんご都合に合わせて、はい、お求めいただければと思います。9月22日発売、はい、渡瀬裕也先生の、無駄をやめたらいいことだらけ、はい、1200円プラス、木下税、まだ木下税です。そうですね、はい、税でございます、はい、ではよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党だと。もう官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、規制っていうのは、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛られたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。